内閣総理大臣安倍晋三様、経済再生担当大臣石原伸晃様、TPP 協定署名に抗議する緊急声明、2016年2月4日、TPP 交渉差し止め違憲訴訟の会、TPP 交渉差し止め違憲訴訟弁護団の名前で、提出いたします。本日2月4日、日本政府は多くの国民、日本国憲法が保障する諸権利を共有するすべての人、以下同じですが、が反対しているにもかかわらず、ニュージーランド北部オークランドにおいて、TPP 協定署名を強行した。国民生活のあらゆる側面に重大かつ深刻な影響を与える TPP 協定の内容を国民に十分知らせることなく、徹底した秘密交渉で進めた TPP 協定書に署名したことに対し、私たちは強く抗議する。国内の法制度、国内の規制、国内の制度に対して大きな影響を及ぼすということがあまりにもこの間看過されて、 TPP の議論が進められてきたことに対して非常に大きな危惧と憤りを覚えるところです。しかも先ほど原中訴訟の会代表になる代表から申し上げたとおり、農林水産委員会が付帯決議した4項目ないし5項目についても違反しているというものであって、私たちとしてはこれは断じて認めることができないし、今後の国会審議において十分にその問題性を明らかにしていっていただきたいということを強く求めるものであります。あと2年以内に各国が批准する、で各国がもし2年以内に批准できない、でそのような場合でもいわば6カ国 GDP の 85% 以上の GDP の国が批准しなければこれは無効になってしまう。非常にそういう意味ではこれからがまさに TPP 交渉っていうのは TPP 協定っていうのを各国が審議を始めるという大事な瀬戸際を迎えたとそう思っています。私はこの TPP 協定のテキストの分析ということについては金融サービスの省が担当になっているんですけれども、その金融サービスの省で一番問題になっている条項は11の11ということで例外規定なんですが、それについて政府の方で仮訳ということで訳してきたその条文は基本的に2行しかないんですね。もともとこの条項がその金融のプルデンシャル措置というマクロプルデンシャル措置という重要な規定で、金融危機が今後防止されるかどうかというここに関わる条項でとても重要な条項なんですが、その条項についての日本政府が開示をした条項は2行しかないということで、その内容もほとんど何か書いてあるかよくわからないような条項になっているんですが、ここの条項の中で規定されているものはそのマクロプルデンシャル措置についてほとんど配慮されていないと、配慮されているように見せかけているようなその条文になっていると、そういうことについても全く政府が公開をしないまま今回の協定についても署名がなされ、また国会審議がなされるというようなことになっていくことがとても危惧をされますと、そのようなことにならないように正確な情報を私たちは伝えて、この TPP のその問題性についてアピールをしていきたいと考えております。